の8正体アドラーの嫌われる勇気第3夜パート1の居酒屋でございます。居酒屋トークでございます、はい、承認欲求の否定、承認欲求の否定、うん、まあ、この第3夜が他者の課題を切り捨てるっていうところで始め、うんうん、縄を切るイラストがあってです、まあ、他者とどう向き合っていくか、うんうんうん、まあ、第2夜で、全て対人関係だよと、うんうん、で他者とどう付き合っていくかっていう時に、うん、承認欲求はないと、うん、でまたちょっと別の動画で、うん、私がその池江璃花子さんが心配だ心配だっていう動画を上げたんですけども、うんうん、そこのメッセージでですね、よっこさんという、はい、あの名参謀から、うん、あのまあ、あなたが心配している気持ちはとてもよくわかると、うんうん、でもそのアドラー心理学の、うん、アドラー心理学の課題の分離を思い出して、うん、でですよね、昨日入って今日やったみたいな確かにっていう、そう、池江璃花子さんの課題は、うんうん、池江璃花子さんの課題です、あなたの課題ではないっていう老害ですって話ですねっていう話ですよねなるほど、うん、あ、でこのよっこさんっていう方が結びで言ってるのは、うん、この世の中に助けられる人はいない、うん、要は人が助けられる人はいないと思っています、うんうん、っていう言葉で結んでるんですけど、うんうん、まあそれなのかなと、うんうん、自分を変えるのは自分自身だし、うんうんうん、自分を救えるのも自分自身だと、うんうん、そうかまあね、まあねというかちょっとゲスな心も入ってますからね、池江璃花子さんにだけゲスな心な、まあ、こういう心とかじゃないんですよ、こういう心、ゲスな心が、こういう心、まあ、ちょっとなんか M8 正体のことを知ってほしいっていう知ってほしいっていうのはあるんです、まあ、でもまさしく承認欲求です確かに、はい、なるほど、うん、まあそんな子、うん、置いといてちょっとあの居酒屋で振り返ってみましょう、はいはい、うん、例えばそのこのね、うん、課題の分離のところで僕も、うん、どうなんだろうこれはって思ったのは、うん、要は子供、うん、要はその子供に対して、うん、やっぱりどうしてもなんかその親からやれあれやれこれやれって言いたくなるじゃないですか、うんうんうん、でもあとは結構そういうのね、勉強しろとかも、うんうん、それは誰の課題なのかっていう見方なんですよ、うん、だから勉強しなくて困るのは子供たちでしょで説明しなさいって言うんですよそう、それはそうなのかっていう、それ、まあ、目的にはそれはそうなんだけどみたいなとかですよね、そうで、それで本当に困ったら困るじゃないですかそうで、あの勉強もそうなんですけども、うんうん、要は例えばその見る映画とか、うんうん、いや私は子供の頃に、うん、あのもう小2ぐらいからなんかうるせえやつらを見たりとか、うん、ドクタースランプがあってとか、うん、そういうなんかアニメにとても、うん、その触発されて育ってきたので、うん、子供たちにもいいアニメを見せねば、うん、って思ってそういう見せようと水辺まで連れていくんですけど、うん、なかなか見てくれないんです。なかなか水は飲んでくれない。僕が見てほしいアニメを。うんうんうん、それはドラえもんですがそうなんですよ。ドラえもん見ないですか？見ないです。うちの子は何も言わなくても見ますよ。うちの子はもう今、ドラえもん見ない。うん、サザエさん見ない。ちびまる子ちゃん見ない。サザエさんは僕も興味ないです。なるほど。いや、なんかその、自分が触れてきて、うん、今の自分が形成されているものを見せたいと思ってもやっぱり見てくれないんだ。何見てるんですか？プリキュア。YouTube。はい。まあ時代ですね。そう。YouTube っていうのはまあ時代。M8 見とけって。M8 は声が小さいって言ってますね。パパ何言ってるか分かんないって言って。難しいんじゃないですか？あ、そうだと嬉しいです、うん、はい、音声的な問題でなければ音声のレベル結構荒れてますもん。結構そうなんですよねちゃんと喋ってるはずですもんね、うん、で、まあなのでこのあ、ごめんなさい、ちょっとそれじゃないですか、はいはい、なんででも、うん、子供もそうやって操らなくていいと、うん、親がコントロールしようとするな、うん、ただどういったことが起こるかを、うん、同じ立場目線で話せと、うんうんうん、そうすれば子供は分かってくれるっていう立場を取ってる、うんうん、
分かりますけどね、理屈は分かりますけどね。ただなんで自分は大声を出して怒るのは一切してません、うんうんうん、話せば分かると、うんうん、それだけはちょっとアドラーを読んでから心がけてます、うんうんうん、自分は、ね、あの昭和の、うん、あの何はど根性の世代なので、うんうん、鉄拳制裁ダーンダーンって怒られてきた世代なんですけども僕は鉄拳制裁なるほど、もう僕はそれはすごいと思って、うん、ご自身されました子供に鉄拳制裁。いや僕はしてないですよ、反面教師として。そうそう反面教師、まあ、性格的なものもありますよ、うん、結構でも大きな声で子供を怒ったりしますか。あんまりしないですね。する時はする、したことはある、したことはあでもそんなにないですね。うん、なんか危ない時とかですね。あ、まあそういう時はただやっぱり言えば分かってくれる、言えば分かってくれるっていうところなんですよね、やっぱり、うんうん、あとはまあ今回のところで言うとやっぱこの承認欲求は捨てられないと思うんですよ、うん、捨てられない、だってこ、うん、あの多分これもそうですよね、認められたいからやってる。これは何のためにやってるんですかって思った、そう思うんですよ。で、思ったのは、あの、これ、アドラーが、まあ別のところで言ってるんですけども、関心が自分にしか向いていない状況は良くないと。なんで、その、関心が人に向かっているときは、いいのかなって。なんで、いいのかなっていうのは要は、僕見てじゃなくて、うんうん、何かの役に立てその思いでやればちょっと横島な承認欲求がチャンネル登録者数っていう横島のやつがあっても、うんうんうん、これは人のためなんだと、うん、これを見て参考になる人たちがいるんだ、いるんだと、うん、1% でも、うんうんうん、1人でもこの動画を見て、うん、明日も生きていこうと、うん、でなってもらえるならまあ、うんそれでいいのかなって思いながら、うんうんうん、ちょっとやっぱちょっとはあるじゃんって思うんです、うん、なんで今このパート2第3夜のパート2に向け青年も承認欲求を否定するだと、うん、っていうところで向かっていくので、うん、またおいおいと答えは出てくるんですけども、うん、アドラーがどういう解決を出すか、うん、まだ私もこのいや言ってることはわかるよと、うん、あユートピアいいねと、うんうん、おっしゃる通りだよと、うんでも捨てられないでしょ承認欲求まあそうですよね、なんだろうな。で要はその、うん、他者もまたあなたの期待の通りに、うん、チャンネル登録者数が増えるわけじゃない、うんうんうん、あなたの思った通りに動いてくれないよと、うんうん、だから面白いことやれば増えるんだって話ですよね。誰かチャンネル登録者数を増やそうと思っても増えないけど、もう人のために役に立つ動画を上げとけばとか楽しい動画面白い動画を上げとけば自然と増えるんだよっていう。やっぱりその、うん、意識すべきは矢印が自分じゃなくて人だと、うん、人だとっていう、うんまあ、僕がこう難しいのは子供とかですよね。そうなんですね。そう言うなって言ってもみたいな、ほかっといて本当に大丈夫なのかみたいな、ほかっといたら本当にほかっとったらかしでになるかもしれないじゃないですか。はい、うん、これがもう対等な大人同士だったら、まあ、自分のことは自分で、子供も大きくなって成人とかしちゃえば自分の責任は自分でとかって思いますけど、うん、これがこう小さい頃、そうちっちゃい時の子供って話ですよね。小学生とか中学生とか勉強しなさいと言わなきゃ勉強しない気もするじゃないですか。でもまあアドラーは、うん、言えばわかる。そうだからその褒めるなって言うんですよね、うんうんうん、アドラーは褒められるためにやってしまうから、うんうん、まあ、それはわかる気もしますけどね。だからそのなんか褒めると、その例えばゴミを拾うのはみんなのためだと、うん、でそのみんなのために汗を流しているときに、うん、感謝の言葉を持ってしまうとそれをやらなくなるでしょうと、うんうん、感謝の言葉がもらえないとやらないっていう風になっちゃうでしょうと、うんうん、あまあでもこう部屋の片付けとかそうですよね。だからその承認欲求の危うさはそこにあると、うん、あの他者からの承認を求めなくていいと、うん、
適切な行動を取ると褒めてもらえる、うん、適切だと怒られる、うん、っていう教育はアドラーはダメだと言っている、うんうん、まあ理屈は分かりますよ。そう理屈は分かるの、ね、言ってることは分かる。そう、まあ、はい、そうだけどっていう、ちょっと聞きたいですよね、横に、うん、横の席にいる鉄人に。そうそう、鉄人に、はい、でも それ辺が多分、うん、第2夜、あ、うん、ごめんなさい、第3夜のパート2、パート2、パート3で明かされていくでしょう、うん、というところでございます、うんうん、はい、はい、いや厳しい。そうなんで第3夜も、はい、お楽しみにというところで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もありがとうお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。